平井シーケンスを始めると、サンガーシーケンスでは使わなかった用語がいくつか出てきます。中でもカバレッジという用語をよく耳にしますが、どのような意味を持つのでしょうか。データの精度に直結する重要なキーワードですので、ここでは変異解析を例に考えてみたいと思います。まず、次世代シーケンサーとキャピラリーシーケンサーの読み取り原理の違いから考えてみたいと思います。次世代シーケンサーでは、PCR 産物の両末端にアダプターをつけ、一分子ごとに独立したセンサーで塩基配列を読み取ります。一方、キャピラリーシーケンサーでは、それぞれの塩基についている蛍光色素にレーザーを当て、光った PCR 産物全体の塩基配列をまとめて読み取る原理です。異なる蛍光が複数検出された場合は、この塩基の領域がヘテロ接合体であるということになります。NGS は、同じ領域のデータを何度も読むようにしてデータを取ることにより、データの信頼性を向上させます。この繰り返し得たデータの重なりをカバレッジと呼びます。例えば、ACG という配列データが得られたとします。先ほどの原理の通り、サンガー法では1回読み取ったデータが得られます。T の赤いピークが低く重なっていた場合に、どのくらいの割合で T が検出されているのかわからないため、エラーなのか真の変異なのかが判断できません。一方、NGS では10回繰り返しデータを得た場合、9回 ACG というデータが得られ、1回は ATG という結果が得られたとすると、10%の頻度で C から T への変異が検出されたと考えることができます。このように、検出された変異がエラーなのか真の変異なのかを識別するためには、それぞれがデータの重なりの中でどのくらいの頻度で検出されるかということを考えなければなりません。では、そもそもデータの重なり、カバレッジの考え方について説明いたします。NGS は、ディファレンス配列に対して得られたデータ配列を照らし合わせて、どの領域のデータが読み取られたかを確認します。これはマップされたリードと呼ばれ、この重なりの数をカバレッジとして算出します。こちらの場合では、遺伝子 A のエクソン1から3の領域を対象としてデータが得られました。こちらに示すデータでは、エクソン1では6カバレッジ、エクソン2では3カバレッジ、エクソン3では7カバレッジが取得できたと表現します。例えば、信頼できるデータとして必要なカバレッジ深度を5カバレッジとすると、5カバレッジを満たすのは遺伝子 A のエクソン1とエクソン3です。一方、エクソン2は3カバレッジのため、もしここで変異が検出されたとしても、信頼性の低いデータということになります。また、このように目標とするカバレッジにどれだけの領域が到達しているかというのを、ユニフォーミティという言葉で示します。ここでは3分の2の領域が目標を達成しているので、ユニフォーミティは66%という値になります。NGS では対象とする領域をまんべんなく読みながら、必要な深さのカバレッジを取得するということが、信頼性の高いデータということになります。そこで、各領域のカバレッジを深めるために、全体の取得データ量を増やしてみると、このようなイメージ図になります。全体の取得データ量を増加させたことにより、各領域におけるデータの重なりも増加し、結果として5カバレッジを満たすユニフォーミティが100%となりました。
イオントレンドの NGS では、このように同じサンプルセットで簡単にデータ量を増加してシーケンスをすることができます。ここで解析対象として、人の疾患に関連する遺伝子変異を例に考えてみましょう。遺伝子変異には大きく分けて2種類があります。一つは左側に示す生殖細胞系列変異。もう一つは右側に示す体細胞変異です。それぞれ変異が子孫に遺伝するかしないかという観点から分類されます。さて、生殖細胞系列変異と体細胞変異に必要なカバレッジは一体どれくらいなのでしょうか。各塩基のシーケンスの精度を 99% と仮定します。各塩基が決定される確率は、半導体チップのそれぞれのウェルごとに独立しています。このような条件下で、ランダムに検出される塩基配列の確率を二項分布で計算すると、次のような表になります。例えば、50% の頻度で変異が見られた場合、ランダムに変異が検出される確率はカバレッジ依存的に変動します。4カバレッジ中2回変異が見られた場合は 21%、6カバレッジ中3回変異が見られた場合は 13%、10カバレッジ中5回変異が見られた場合は 5.8%、そして20カバレッジ中10回変異が見られた場合は 0.99% となります。この場合、1% のエラー率という条件下の中で、理論上、20カバレッジ以上で 50% の頻度の変異は妥当という考え方になります。このような考え方で、20カバレッジ得られたシーケンスに関して、50% の頻度の変異と 5% の頻度の変異を考察します。同様に二項分布の計算から 50% の頻度の変異は 0.99%、 5% の頻度の変異は 2.1% となります。 50% の頻度の変異は 1% のエラー率を下回るため妥当な変異ということになり、このような変異頻度は生殖細胞系列変異と考えることができます。一方、5% の頻度の変異は、エラー率を上回っているため、存在頻度として体細胞変異の可能性がありますが、変異の信頼性には乏しいという考え方になります。このように、5% の低頻度変異を解析する場合には、どのくらいのカバレッジが妥当なのかを考える必要があります。このような考え方をグラフで示すことができます。精度 99% のシーケンスのエラーである確率 1% と低頻度変異の分布を図に示しました。青い領域がエラーの可能性のある変異検出回数。赤色が 5% 変異の領域。黄色が 10% 変異の領域。横軸は検出された変異の数です。100カバレッジではエラーの分布に低頻度変異の分布が重なり合っている面積が大きいことがわかります。紫の円で示すような検出された変異の数が 2、3回の領域ではエラーの可能性が高い領域内となるため信頼性が乏しいと考えられます。この場合、エラーと変異を見極めるのが難しいということは視覚的にもご理解いただけることと思います。一方、500カバレッジでは 5%、10% の分布の大部分が 1% のエラーの分布から外れていることにより、それぞれ 5% の変異であれば25カバレッジ、10% の変異であれば50カバレッジ得られれば信頼できる変異とみなすことができます。まとめです。カバレッジとは、参照とする配列にマッピングされたリードの重なりを指します。
ユニフォーミティは重なりの厚みに対する均一性を指します。検出される変異には生殖細胞系列変異と体細胞変異の2種類があり、それらは次の世代に子子孫孫と受け継がれるか否かによって分類されます。また、2種類の変異で頻度が大きく異なることから、目的に応じて必要十分なカバレッジを取得することが重要です。以上、次世代シーケンサーのカバレッジの考え方についてご説明させていただきました。製品や実際のデータ評価などご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。